こちらのハイライドも移動の可能性を広げるモビリティの一つ。まずは自動であなたのお出迎えから始まります。車椅子の方が簡単に一人で乗り降りができて、自分の運転で好きなところへいつでも出かけることができます。このアイライドがあればどこへでも出かけることができます。運転はアームレストのジョイスティックで誰でも簡単に乗りこなすことができます。また車椅子を扉のフックに引っ掛けると、ドアの開閉の動きを利用して車椅子を積み込むことができます。ゆいとアイライドがあれば、これまで一人で外出や運転が難しかった方でも、全ての方が移動の自由を手に入れることができます。私はいつもキャロさんのそばで、どんな時もどんなところへ行くのもサポートします。ここで皆さんにお見せしたいものがあります。ゆい、あなたたちが日々集めている全ての走行データ、記憶データを映像に出してもらえる？ OK、キャロさん、お安いご用です。今ご覧いただいているこちらのデータを感情マップと呼んでいます。私とキャロさんの交流の記録、もしくは思い出のアルバムとも言えます。この感情マップは全てのユーザーの走った道や場所、運転データが集まることで出来上がります。私たちや皆さんのようなたくさんのドライバーの情報が集まれば、新しい発見が生まれます。それは今まで知らなかった場所や目的地までのルートとか、新しい道との出会いであり、そして最終的には人の心を動かすより安全な社会へとつながっていきます。今画面には皆様が最初に名付けた車の名前が集まっています。今回は車の名前でしたが、さまざまなデータが集まることにより、近い将来、そんなワクワクする未来を皆さんと一緒に作れたらいいなと思っています。コンセプト愛を中心に人と車の新しい関係を築くことができたら、そしてそれがあらゆる道や人や社会とつながって広がっていくとしたら、トヨタはそんな未来を思い描いています。はい、私も今から楽しみです。その前にそろそろお時間のようですよ、キャロさん。それではまたお会いしましょう。キャロでした。皆さん、少し先の未来でお待ちしています。